ったぞ。チッ、役立たずの兵どもめ。責任をかぶせるな。守る価値のない領主の下では兵も士気が上がらなくて当然だ。偉そうに。先ほどはルークのことを優先して捨ておいたが、やはり貴様ら戸賀鬼と戸賀人だな。断罪されるべき罪人が私に偉そうに講釈を垂れるな。確かに俺たちは戸賀人だ。だけど戸賀人にだって最低の悪人を裁くことくらいできる。セネガル、あんたは俺を。なんだルーク、お前も来ていたのか。せっかくいいように取り繕ってやったんだ。私を守るために体でも張ったらどうだ。ふざけんなよ。あんたのせいで俺がどんな目に遭ったか、俺がどうすべきか考えるのは後だ。お前だけは許せねえ。愚かな。そっち側に回ったのをすぐに後悔することになるぞ。トガ鬼とトガ人が相手ならこんな手が使えるのだからな。ビジョンオーブよ、罪のない私をトガ鬼とトガ人が襲うのだ。奴らに正しき制裁を、民意の鉄槌を。トガ鬼に制裁を。まだ生きていたのか、トガ人。この世界から消えてしまえ。トガ鬼を許すな。殺せ。なんだこいつは。こんな下水以下の男に利用されるようではビジョンオーブという仕組みも考え直さなければいけませんね。俺自身が汚れたトガ人だとしても、この力は正義のために振るう。セネガル、お前は生かしてはおけない。やってやる、今はやるしかねえ。盛り上がってきたな。さーて踊ろうぜ。ビシャス、こいつを打ち砕くぞ。誰に指示してんだよ。言われなくてもやってやるっつうな。彼方たちは何も悪くねえんだ。俺のためにこれ以上死なせねえ。
できました。炎よ燃え上がれ、連覇せ。